ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も音が入ったのでドラゴンクエスト8をやっていきましょう。いや久しぶりに来ましたよ。なんで夜入らないのに朝起きてつけたら入ったりするんだろうな本当キャプチャーの機嫌がよくわからないですけども、さてカジノが再開して、おおすごい綺麗、下テッカテカじゃんめちゃくちゃ広いね。うん、なんか少し寂しくない？カジノってもうちょっと人いてほしくない？なんか寂しいななんかガラーンとしてる感じ。あ、でこれあるんだまだ。うん、ビンゴ、ホイミン君、はあ、どう出てる？えい、こんちくしょう、こんなにリージが出てんのになんでビンゴにならないんだ。あ、これ見てちゃダメだからそうこれ本当ストレスたまるから、見てるとなんでそこで揃わねえんだよってなるから、これはね本当始めたら見ちゃダメ、うん、あと気づいたら終わってるから、うん、その結果だけ見るのが一番精神衛生上健康に良い。あ、2台もある2台もいるの？これ人気なの？これビンゴビンゴビンゴ、ありがとうホイミン君。あ、人気だ。あなたは？この中にいるホイミスライムはとても作り物とは思えないほどリアルな出来ですな。でも本物だしな、これ本物だからな、この子は。あとはこれルーレット、あれポーカーないじゃん。ククールが欲しがってたイカ様できないじゃん。へえ。でスロットね、テンコインスレッド、これ色違いがある。100、100コインスロットで、こっちが1か。1はな、全然出ないわね。今日はついてないみたい。1をやってもな、1で出てもそんな嬉しくないしな。いくら買ったところでコインはゴールドに戻らないぞ。無理せず余った金で楽しむのが楽しい大人の遊び方さ。あ、でもなんか景品売ったりとかで、うん、儲かる作品あったような、いくつだったか忘れたけど。ここはコインと引き換えに景品をお渡しする交換所です。ヤンガスさんは現在コインの7600を持ちですが、7600枚、この間600もらったから、ね、あ、水の羽衣みたいなのが飾ってある。ほー、 あと毒牙のナイフが飾ってある。あと、あの斧みたいなのなんだったろうな。なんか道具で使うと風がバギマかなんか起こる斧だったかな。あれ太陽の盾なんか、うん、見たことあるような防具結構あるな。武器防具あんの？それないじゃん、水の羽衣あそこに飾ってある水の羽衣もなんだよ、わざわざグラフィック用意して。祈りの指はスパンコール、あ、スパンコールドレス、錬金使えるやつ、聖者の灰1個持ってんだよね。これこんな高いんだ。へえ、呪われた道具を清める。うん、はやぶさの剣、え、はやぶさの剣って2回攻撃できる分攻撃力低いはずなんだけど、1回の攻撃分でももう今持ってる武器より強いんだ。え、すげえで、ハクメタの鎧、呪文ダメージを3分の2に減らす、強いなー。ヤンガスの守備力が81も上がる、すごいなー。で、グリーンガム20万、まあ、強いんだろうけど無知スキル取ってないしな。うん、いや全員にハグレメタル鎧欲しいなまあこれは動画の撮ってないところでコツコツやりますか。まあ、あのホイミン君に任しておけばね、いつの間にか溜まってますから、はい、じゃあストーリーの方、うん、進めましょう。どこまで行ったんだっけ、あれか、あの北国、雪の降る町で、なんだっけ、薬師の男の人、あのメディおばあちゃんのアイテムを薬師の男に届けてくれっていう話だよね。もう名前すら忘れちゃった。はい、じゃあ行ってみましょう。よろしくどうぞ。なんでトラペッタ飛んだあ、そうそう、グラッド、グラッド、うん、グラッドという音を知らないかだって。地下室から出て、地下通路右へ右へ、そんな迷路なの下。え、立体迷路？おー、結構入り組んでんね。守りの種。あ、メイドさん。
最近街の外じゃ狼の大群が暴れてるそうね。あ、レオパルドちゃんのせいか。この辺りの狼は何でも狙った獲物は逃がさないんですって。うー、恐ろしいわね。あれかな、コマンドで逃げれないかったりするのかな。なんかこのゲーム、そういうヒントみたいなのこういうところでさらっと言ってたりするからね、意外と油断できないんだよね。うん、右へ、本当に入り組んでんな。なんだここ、すごいな。この廊下まっすぐ行った突き当たりがグラッドの部屋だよ。わざわざありがとう。何年か前この町へフラッとやってきたあいつに町長が部屋を貸してやったんだ。そういえばあいつここに来る前はどこに住んでたんだろうな。まあメリーおばあちゃんのとこだろうな。ここにいんの？あ、いかにも薬師っぽい。じゃあ小さなメダルをいただいていきましょうかね。ないかないか。あ、そう、これを漁るの忘れちゃうんだよね。うん、ないの？え、で、グラッドはどこにいんの？いないの？え、いないじゃん、いないじゃん。レシピ、レシピ。カビの研究。極上のカビを栽培するには2種類のカビに人を生き返らせるほどの回復力を与えなければならない。世界中の葉使うの？それだけの回復力を得るにはこれはもう世界中の葉を使うしかあるまい。こうしてできた極上のカビは強力な回復力を秘めたチーズの材料。はあ、ベホマラーの効果、ベホマラーかベホマズンの効果のあるチーズができんのかな。役立つことだろう。極上のカビ、カビ1、カビ2、世界中の葉。やだな、カビに世界中の葉使いたくないな。ちょっとそんなすごいアイテムできるの？カビね。薬草栽培の掟という本がある。そもそも薬草栽培は楽なことではないが、中でも特別な効果を持つ珍種の薬草を育てることは困難である。これらの薬草は根付かせることが難しく、特に寒冷地など悪条件の土地での栽培は不可能と言ってもいいくらいだ。はあ、もしそのような土地で珍種の薬草を育て増やすことに成功したとなれば、それはもう奇跡というほかないだろう。あ、じゃあそれにチャレンジしてるってことかな。え、ちょっと集合、いないよ、いないよ。薬師の一人ぐらい簡単に見つかると思ってたんでガズが、どこにもいないなんて困ったでゲスね。もうめんどくせえからばあさんから預かった袋捨てちまいましょうか。あれあれ、義理人情のとこどうした？何バカなこと言ってんのよ、メリーおばあさんとの約束を破るつもりなの？うはは、冗談でガスよ。足はこれでも義理がたい性格で通ってるんでゲスから。あ、まあそうそうだよね。どうだか、でもこうなったら意地でもグラッドって人を見つけ出すわよ。勝手に承知でガス。もう寄り道もいいとこだけどな、本来。結局グラッドという男もレオパルドも見つからずじまいか。もしかしたら何もかもこの降りしきる雪に覆い隠されて消えちまったのかもしれないな。何私的なこと言ってるの？何なんだ。どうやらこの街の中にグラッドって人はいないみたい。あ、やっぱいないんだ。一体どこ行っちゃったのかしら。いないの？え、じゃあこの入り組んだダンジョンから聞き込みすんの？うひゃー、マジか。来た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 。グラッドさんを探してるですって。自分の部屋にいないなら薬草園に行ってるんじゃないですか。薬草園、確かあの人北西の洞窟に自分の薬草園を作っていてよく行ってるみたいですよ。あんな離れたところまでこの寒い中通ってるなんてご苦労のことですよね。ああ、そう、なんかさっきの本にあったよね。うん、なんかそういう守りのルビー、なんか特殊な環境じゃないと作れない草があるみたいなこと言ってたから、わざわざそういう風に薬草園ってのを作ってんだ。はあ。で、あれ、なんで黙ってんの？え、今のでフラグ立ったんだよね。大丈夫だよね。ああ、変わってた変わってた。部屋にグラッドがいないからどこにいたか知らないかって？さあな、そういえば彼の素性や普段の生活のことは私もよく知らないな。そもそもあれだけの薬草の知識をどこで学んだのか考えてみれば不思議な男だな。え、そんだけ？じゃあもう行っちゃっていいのかな。北西って言ってたよね。うん、北西の薬草園、じゃあ行ってみたいと思います。おっす。鍵がかかっている。持ってる鍵では開きそうにない。ははは。
ああ、もうこういうのばっかりなんですよ、最近。早いとこ鍵手に入れないとな。うん。で、洞窟着きました。はい。洞窟の入り口にこんなね、これ見よがしに宝箱置いてあって取れないの、すごい悔しい。え、すごいダンジョンな音流れてるけど、薬草園だよねこれ、薬草園だよねこれ。ん、本当にここにグラッドってのがいるんですか。ここまで足を運んだのに、もしいなかったりしたら足たちバカみたいでかす。本当だよな、グラッドがここに薬草を取りに来たとだとしても、いい加減時間がかかりすぎなんじゃないか。こりゃどうにも悪い予感がするな。ちなみに俺の悪い予感はよく当たるんだぜ、自分でもうんざりするほどにな。ほう、え、じゃあな、何か事件に巻き込まれてるのか。町から遠く離れたこんな洞窟でなきゃダメなんて、薬草の栽培も結構大変なのね。やっぱりこの雪国の気候が薬草を育てるのに向いてないのかしら。え、でもここも十分寒そうだけどな。うん。え、ここ本当に本当にこんなとこ住んでんの。え、結構広そうだよ。え、結構広いよ。はあ。え、これ滑るやつでしょ。おう。あ。え、あぶな、やばいな、大自然の罠が待ち受けてんなこれは。へえ。おお、滑る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 。ああ、え、敵出んのかな、トーヘルスの効果。ああ、なんかできた、なんかできた。そう、音がなかったせいで、あ、使えないんだ。音がなかったせいで錬金釜の完成とか分かんなかったから、ずっと放置したままでして。おお、ちょ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 、え、これ渡んの、これ渡んの、こな、何こういう、こんなアクションゲームだったっけ、ドラゴンクエストって。おー、あっあっあっ、箱がある。ああ、え、敵出んじゃん。そのグラッドさんってここに薬草取りに来てるんだよね。つまりこいつには勝てるっていう人なんだよね。ほんとこう、ドラゴンクエストの村人っていうのは強さがよ、強さの基準っていうのがよくわかんないね。こんな強い敵出るとこ、普通に外に出歩くからね。うん。こないだの、なんだっけ、ユッケもそうだけど、先に行ってるからねって、あの砂漠の中一人で行ってたけどな。不思議でしょうがないよ。うん。なのに奥の方で、変なモンスターに絡まれてたりするんだよね。うん。敵出んのか。お、スパンコールドレス。100ゴールド。100ゴールドは何で置いたこれ。これ、地図ないの、どっかに地図落としてんの。うん。地図ないときつそうだわ、これ。お、お。あ、やっぱスタートに地図あったんだね。薬草園の洞窟の地図。どんなん、え、結構入り組んでるよ、何これ。え、こんなとこに住んでんの。あ、住んではいないか。薬草取りに来てんの一人で、無茶だよ。いや、絶対村人一人で来るとこじゃないって、こんなん。うひゃー。ん、 B2。 うわー、階段が2つあるよ。階段が2つ。こういう場合はドラクエの法則的に奥です。はい、手前は罠です。うん、何かしら宝箱あるかもしんないけど、多分手前は罠です。お、なんかこれか、薬草って。すごいいっぱい咲いてる。あー、ここで暖を取った跡があるね。へー、命の木の実。あ、すごい栽培してる。薬草園っぽくなってきたな。うん。え、まだあんの？あ、やっぱりさっきの階段外れた。さっきの階段行き止まりだ。なんなんだここは。本当にこんなとこに村人一人で来やがって、もう絶対奥でやられてるわ、うん、魔物に。
絶対やられてる、うん、で、あーこうこれ大事、トヘロス大事、敵出るんだもん。だってあれですよ、なんかキラーマシンすら出ますからね、ここおかしいでしょ、キラーマシンと戦える男だよ。おつららが落ちてる、うぅおぉ、え、これあれ上通れってことじゃないの、わざとらしいな、わざとらしい。あでもこっから、うおぉあれでもこっから、あいけない、いやいけなくなってる、あいけない、あ滑る滑る、あ滑って登れないってことだな。でちゃんとこう左からぐるっといけるようになってるから、これであれじゃないの、ぐるっと回ってつらら乗っていけって話じゃないの。いやそんな、そんな大自然の、大自然の大自然のそのつららを利用しないといけないダンジョンってどういう、どうなのよそれ。それ一回通ったら終わりじゃないの、これ。こういうことでしょ。あほらほら、わざとらしくここにあるもの。え、これ人工的に作られてんの、あのつららも。そうじゃないと説明つかんぞ、今のあの、あのタイミングと。ああもう正解だよこれ。え、なんだそれ自然物のように見せかけてかなり人工物。え、もう階段ないよこれ、どうすんのこれ、階段ないよ、ここにいるのかな。じゃあ、いや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 、無理があるわこれは一人で来るのにも無理があるし、ダンジョンの作りにも無理があるし、あ箱があるねえ、ようわからんわ。鍵がかかっている、持っているか、いやーまただよこのお預けパターン。もう最近これ増えてきて、さすがにどこにあったか覚えてないですよ全部。きついなー、錬金でできんのかな鍵。早く作んないとまずいっすねこれは。うーん、でどこにいんのここ行き止まり。あーもうここだわ、絶対ここだわ、怪しげにここだけ3本生えてるわ。でしょうねおかしいだろ嘘だろ、そんな都合よく落ちてくるか。おー、これは人工物ですね。うん、これは自然でできたものじゃないわ。グラッドさんよく作ったなこれ。作ったグラッドさんだよね。まあだってグラッドさんがここ使ってんだもんね。で、なんだよ、すごすぎるわこのダンジョン。お、行き止まり、こっち行き止まり。わかんないときは上を見る、上を見るとここだな、ここだけ生えてんな。え、でもここどうやって通すの、ん、ここ、ここ通れんの、あ、ん、あー、いた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 、だ、誰かいるのか、本当にやられてるし。キラマシにやられた、いませんいません、私は影、私は影、誰でもいい、助けてくれ体が凍えてしまって動けないんだ、助けて。え、トーポならつららの隙間は中に入れそうだ。トーポ中に入れますか、いや通れんだろ、いや通れるよねあなた、それ。しかもトーポを入れる意味ってあんの、え、絶対通れるじゃんこれ、何サボってんの、助ける気ないよねそれ絶対。え、こことか超広いじゃん、しゃがめば通れるじゃん、なん、え、で、この子でどうすんのこれ人が倒れている、寒さで震えてるようだ。え、これ何、トーポでこう温めてあげんの、こう、おお、あったまれあったまれ、ほら、ぬくぬくであったかいぞ目だけ開いてんの怖いな怖いな。え、あ、じゃあさっきのつらら、この子で落とすの、この子で落ちんの、つららって。危ないことさせんな。
いや絶対七賢者の最後の一人この子でしょ。絶対この子元人間でしょ。あのトロデとミーシャ姫と同じように呪いでこうこれにされてるんじゃない？絶対そんな気がする。頭良さすぎるし、なんかバリア張れるし。うん。でここだな。うでかっ。一気はでかいの降ってきた。ああもういかにも通ってくださいだなこれ。いやでもさっきんとこくぐれた。ほらほら見えてる見えてる。明らかにくぐれるでしょそれ。もう最悪もうゼシカのベギラゴンでもいいじゃん。溶かせよ。大の大冒険で溶かしてたろギラと、あベギラまで。うん。この子使う必要無理やり作ったよな絶対これ。もう3回目かこの子が活躍したの。ゼシカの時とチャゴスの時とここと。この子は滑んない。あ滑んないんだ。なんだよもうこの子で温めろよ。あったかいぞほらほらほらあったかいぞ。目が怖。絶対通れるよこれ。おかしいよ。ジャンプでいけるだろうそこっていうところもあったりするけど、このゲームここは無理があるわ。もうちょっと細くしないとダメだよ。明らかに通れるもんよ。私はオークリスの薬師グラッド。この洞窟で薬草の採取をしていたら突然オオカミに襲われて。ああオオカミに襲われたんだ。慌てて奥に逃げ込んだら落ちてきたつららに閉じ込められて出られなくなってしまったんだ。いや、オオカミよりキラーマシンの方が強いからね。うん。さっきの樹氷の竜とか、ドラゴンとか出るレベルだぜ、ここ。寒い。とにかく何とかしてまず体を温めなくては。その袋はまさか。おお、目ざとい。君たち、もしかしてその袋はメディという人から預かったものじゃないか。いや、ちょっと何言ってるかよくわかりませんね。いや、そんなはずはない。それは山小屋に住む薬師メディから預かったものなの。なんでわかるんだ。メディとか名前書いてあんのか。なるほど。薬師メディがこの私に渡すようにと君たちに託したものなのか。なるほどじゃないよ。隠ししてたろお前。君たち、その袋を開けてくれないか。じゃあ帰ろうか。あ、ダメか。止めてくれないか。止めてくれないか。メディさんの袋どこに入れたっけ。袋か。袋の中にメディの袋あった。メディの袋の中には見慣れない薬草が入っていた。やっぱりヌークソウか。ちょうどいい。本来なら薬湯にして飲むものだが生のままでも。あ、かじるの。あ、かじった。なんとグラッドは袋の中から取り出してヌークソウをそのまま食べてしまった。え、それってすっごい熱いんじゃないの。燃えるんじゃないの。おお、来た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 。おお、火焼いた。燃えた。お前トーポみたいなことすんだ。辛いチーズ食べた時みたいな。クオラすごい顔してた。はあ、はあ、やっぱりヌークソウ生で食べるもんじゃないな。しばらく熱そう。まあ粉になってなかっただけマシか。あれは目や鼻にでも入ったらひどいことになるからな。あーなるほどな。もう熱くて開けてらんなくなるのか。とにかく体は収まった。ありがとう。君たちのおかげだよ。それとあの人のおかげか。まさかこんなことが起こるのを察していたわけじゃなかろうが。ところで君たち、オークニスに戻るつもりなら私も一緒に連れて行ってくれないか。あなたキラーマシン倒せるでしょ。大丈夫だよ。頼まれてる人は袋を届けたから義理は果たしたっていうのか。この洞窟の地面より冷たい人たちだな。何ちょっとうまいこと言ってんの。あ、でも置いていけるんだ。置いていけるんだ、本当に。さすがに連れてっか。なあ、頼むよ。オークリスに戻るつもりなら私も一緒に連れてってくれないか。いや、僕ベルガラック行きたいんだけどな。ありがたい。それじゃあご一緒させてもらうよ。体は動くようになったが、帰り道にまたあの狼に襲われたら危ないからね。あ、これは狼出るパターンだな。え、じゃあリレミトできる？あ、できるできる。出てすぐルーラで、なんとか、狼を買わせる。あ、買わせないわ。これ買わせないパターンだ。あ、待ってますね。え、おっさんなんか持ってんじゃないの。狼を引き寄せるいい薬草持ってんじゃないの。
こいつら私が出てくるの待ち伏せしてたのか。それにしてもこんなにいるなんて。いいねそのフォーメーションそのフォーメーションいいね。君たち狼だと思って油断するなよ。こいつらただの獣じゃない。え、ただの獣でしょ。イオナズンと石で倒せると思うけど。作戦もう全員ガンガンで。特技岩石でイオナズン。はい、いや8匹いるからって合体するわけじゃなかろうし。バギクロス本気も本気。え、あ、弱いですよ、弱いですよ。ダースウルフェン別にボス用でちょっと強くなってるとかなかったな。普通に雑魚だった。うわわわ、助けてくれ君たち。え、なんでお前孤立してんだよ馬車の中いろよ。くそ、こいつはなんで私ばかり狙うんだ。待て、お、そのものではない。確かに賢者の血を感じるが違う。本物は別にいるはず。真の賢者を探すのだ。あ、これレオパルドか。え、ってことはメリーおばちゃんが本当の賢者ってこと。今の声は一体それに真の賢者だって。いや、まさかな、そんなことあるはずが。七賢者の一人か。なんか違うって言われてたから、そうだろうな、きっとメリーおばさんだろうな。うん、話せた。できれば寄り道はやめてまっすぐオークニスに帰ってくれないか。ヌークそのおかげで回復したと言っても正直まだ調子は良くないんだよ。あ、わかった。じゃあルーラでベロガラック。あ、で、あ止められた。ちょっと待ってくれ、オークニスに帰るんじゃなかったのか。そんなこと一言も言ってないよ。ベルガラックに帰るって言ったじゃん。正直今連れ回されんのは体がきついんだ。まずオークニスに向かってくれよ。ダメか、すごいな、ルーラ止められるとは思わなかった。え、じゃあオークニス、あ、メリーおばさんの家なら大丈夫じゃない。あ、ダメだメリーおばさんの家でいいじゃん。ダメなの。じゃあオークニス行くか。あ、止めらんない。すごいな、ルーラって唱えた時にどこ行くって分かるんだ。へえ、なんか唱えてんのかな。オークリスなんちゃらかんちゃらルーラーみたいな風に言ってんのかな。ようやく戻ってこれたか、ありがとう、本当に世話になったね。ところで迷惑ついでにちょっと君たちに話しておきたいことがあるんだ。あー、さっきの件か。ここじゃなんだから、とりあえず私の部屋まで行こう。話はそれからだ。はあ、じゃあ、おお、あ、寝返り打ったこいつ。こっから降りられるようになってる。あ、じゃあこっから行けって話か。え、でもこっから行くとどこだったかよくわかんないぞ、こいつの部屋。なんかおっさんが立ってるところ、おっさんが立ってるところ。あ、助かるな、あのおっさん。あのおっさんがいるおかげでこのグラト、あ、ここだね。ありがとうおっさん。ほほう、グラトが時々町の外へ出て行ったのは薬草を取ってくるためだったのか。よく見てんなお前、グラットさんの行動怪しいぞ。あいつがそんな苦労してるなんてちっとも知らなかったよ。薬師ってのも意外と大変なんだな。目の前にいますけどね、うん、じゃあここだね、うん、お、会議だ。さて、まずは私と薬師メリーの関係について話しておかなくてはならないね。もう親子だろ。隠していたわけではないんだが、実はあの人は私の母親なんだ。だろうな、うん。あの山小屋の裏にある遺跡、本当なら私は母の後を継いであれの守り人になるはずだったんだよ。ああ、なるほど。それが嫌だって言って逃げ出したんだな。それがどうしてこの町で暮らしているのか。私は家を、母を捨てた人間なんだ。私は母から学んだ薬草の知識を人々の役に立てたかった。だがあの山奥にいたのではそれは難しい。おお、なるほど。そこで私は家を出てこの奥に住んで薬師として人々のために尽くす道を選んだんだよ。あ、そんな嫌だーって出たんじゃなかったんだごめんな、そんな、うん、立派な志があったんだな。しかし夢を叶えても私の心は晴れなかった。母一人を残して家を出たことが後ろめたかった。そして今日、君たちが母からあの袋を託されて私の前に現れたんだ。本当に嬉しかったよ。母が私の生き方を認めてくれたような気がしたからね。いつでも子供のことを見守り、その子が困っていれば助けようとする親なんてのはそういうものじゃよ。おお、さすが親。
で、身の上話をするためにわしらをここまで呼んだのかね。何か頼みでもある様子じゃったが、ダメリーおばさんを救ってくださいって話じゃない。ああ、すまない。実は母に関わることでどうしても気になることがあるんだ。君たちも聞いただろう。狼に襲われた時に聞こえたあの不気味な声を。あの声は私のことを指して、賢者の血は感じるが違うと言っていた。真の賢者を探していると思う。実は私の家系にはかつて暗黒神、ラプソン、封じた賢者の一人の血が流れているんだ。そして同じ血を引く者は私以外には母しかいないはず。ならば真の賢者というのは母だね。そう考え始めたら母のことが心配になってきてね。とにかく様子を見に行こうと思うんだ。そこでどうだろう、君たちも一緒に行ってくれないか。正直私一人では心細いんだよ。まあまあいいだろう、断ってもずっと言ってくるだろうしな。そうか、言ってくれるか。それじゃあ全部急げな。早速出発しようじゃないか。おお、じゃあさっきのルーナでよかったじゃん、メディおばさんちで。お、なんだグラウトさん、すまないけど病人を一人見てもらえないか。まったくそんな格好で酔いつぶれてりゃ風邪ひいて当然だな。そういうことか。いや悪いが今は急いで。ゲボゲボ、気持ち悪い、頭がクラクラする、死ぬ、死んじまう、もうなんだこいつ。わかった、すぐに見よう。見るんかい。ちょうどいい薬草が手に入ったところだったんだ。もうヌークソをかじらせときゃ大丈夫だろう。こういうわけだ。すまないが私の方はしばらくここを離れられそうにない。必ず後で追っていくから、君たちは先に母のところに向かってもらえないか。間に合わなくなっても知らんぞ。何もなければそれに越したことはないんだが、とにかく頼んだよ。もう知らんぞ、どうなってても。お前、お前ヘクチン、ヘクチンじゃないよ。なんだか意識が朦朧としてきた。サボケも止まんねえし、このまま死ぬ、死んじまう。服を着ろ。グラッド採用、早くしてくれ。服を着ろ、お前は。はい、じゃあ、今日はこの辺までにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いや、音楽が出るっていいなぁ。